なんか久々にむっちゃ引いてます。引いて北風でここがこんなに綺麗になるのがね、すごい砂浜って感じの天気が広がってます。風はこの方向北風ですね。これは北風が吹いてます。砂浜ですね。軽石がいっぱいあるってこともなくて砂浜です。砂浜が広がってます。いっぱい撮ってくれたんだね。昨日の夜ちょっとだけ南風になったんですよね。すごい強い南風吹いてんなって思ってたんですけれど、これそれの影響かな。すごいなくなってますね。この辺も全然溜まってないです。すごい綺麗になってますね。向こうの西端はどうなってるんでしょうかね。ちょっと行ってみたいと思います。この辺海藻が溜まって、あ、ここは軽石がありますね。ここに溜まるってことは北東なんですよね。はい、川は出てるんじゃない。これだったら川に戻ってるかな。あ、出てないですね。こんな感じ、すごいね。これはすごい層が見えてます。砂の層と軽石の層が綺麗に分かれてますね。あそこで全部軽石は止まってるんで、南風が吹いてたんですけれど外には出られなかったんでね。今水は流れてますけど、軽石よりは砂が流れてる感じですね。ここも砂浜ですね。ちょっとだけ軽石あるけど、いや、それは向こうにはねいっぱいありますけど、あれはまあしょうがないです。あ、でここには溜まってますね。あー、溜まってるね。はい、で、あそこがね、一番よく溜まってたエリアなんですけれど、昨日、おとといの午後見に来た時に、結構ね、軽石の棚田みたいになってて、たくさん溜まってました。うわ、ここもいっぱい溜まってるね。これは、すごいな。あ、こんな感じなんだ。これぐらい溜まってるんですね。はい、わあ、うわあ、この辺すごいね。水が流れてる。この辺は、取り残された軽石がいっぱいリーフの中に入ってますね。あそこの人朝取ってるのかな。ここ最西端ですね。一番端っこはそうでもないですね。ここ川になって、あ、ここに溜まってる。こんな感じになるの。しか言えないですけど、あ、こんな感じで、ここも川で
てますね。絶対ここに来るよね。もうその辺とか絶対溜まってますね。今回の軽石ですね。あれはね。ちょっと写真撮ります。川のたもとまで入ってきました。そこがね、すごい緑色になってるんですけど。アーサーかな。多分アーサーだと思うんですけど。見てこよう。朝ですね。すごい綺麗な朝が、軽石でえらいことになったのがリップリですけど、季節になればこんな感じで。さらに東端の方に進みます。でもすごいね、軽石が全部取られてるんで、で取られてどこ行ったかっていうと、向こうの西端に固められて、向こうは本当すごいことになってるんですけど、ここは綺麗だね、砂浜。軽石が来る前はこれで、ね、全く普通の砂浜で普通のことだったんですけれど、1ヶ月軽石をずっと見てるんで、この普通の綺麗な砂浜がすごいなんかありがたく感じますね。誰か歩いてるんでね、ここに人がいます。あの辺綺麗にアーサーが育ってますね。いいね、今ちょうどアーサーのシーズンですからね。綺麗ですね。いいね。で、北東で西端に寄るってことは、そこの湾のここに軽石が集まってるはずなんですよ。で、見に行くとやっぱちょっとだけありますね、そこにね。でもそんなにないね、全部向こう行ったんだ。全部取られるぐらい海が上がってきてるんで、もうこの辺は全部海になってるから、そこで止まる、軽石が止まる必要がなかったんでしょうね。そのまんまずっと流されて向こうまで持っていかれちゃったんだろうな。川の中にも軽石が残ってます。はい、じゃあちょっと写真を撮ります。いつもねこの岩に乗って、最東端の写真を撮るんですけど、いつもはね軽石なんかないのに、今日はすごいいっぱい軽石が岩の上に乗っかってるんで、海がまあこの辺までは来たんですね。でこの辺の軽石を全部取ってってくれたんで、今こういう浜になってるんですね。ここにあったらそりゃここの軽石止まらないで向こう流れちゃう。いや、今日の西端はすごかったですよ、軽石。
アーサーです。これをこうやって浮かせてハサミでチョキンって、これをこう浮かしてハサミでチョキンってやりますね。